セブヤマのクリエイティブ講座全100回。はい、セブヤマです、えー。私はですね、インターネット上で 様々なものづくりをしてですね、それで飯を食っている日ゼニを稼いでいるものになります、えー。具体的にどういうことしてんのという方は、気になってくださった方はですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらを、どういうものをこいつは作ってるんだっていうので見ていただければと思います。そんなあ自分のね、えー、好きなことをやりたいこととかね、これ面白いんじゃないというもので、えー、飯を食っている私ですから、 ああ、多少なりね、クリエイティブ講座という形で、えー、そういうお話しさせていただく権利はあるんじゃないかという感じで、これをお届けさせていただいております。そんなクリエイティブ講座、今回お話しさせていただきたいテーマはですね、えー、アイデアとは何かっていうようなお話をさせていただきたいと思います。えー、まあね、このクリエイティブで飯を食っていくぞというからには、 この辺のアイデアっていうものからは切ってもう切り離せないんじゃないかなと思っておりまして言い換えますとこのアイデアっていうもので飯を食っているわけですから割と重要なものになってくると思います思いますがじゃあそのアイデアっていうのは何なのかというのは 割とこう言語化されていなかったりもすると思いますので、えー、その辺のこ,このクリエイティブ講座ではどういうふうな捉え方をしているのかっていうのをちょっとお話ししていきたいんですが、そもそもおアイデアにこう続く動詞って何だと思いますかちょっと質問の意図わからんかな。<laughs> あの、アイデアを、ま、思いつくとか、アイデアが振って湧いてくるとか、 アイデアが降りてきたみたいな。なんかそういう、こう、ね、言い方をすることが多いと思うんですが、僕は、あの、それは間違ってはないけど、ちょっとミスリードしやすい言い方なんじゃないかなと思っていて、で、正しくは、正確には僕の場合は、アイデアっていうのは気づくものだというふうに思っていたりもします。なんかアイデアが降りてきたとかだと、 こう、選ばれたみたいな。なんかこう、崇高なもの、アイデアというものはみたいになると思うんですが、そうじゃなくて、 アイディアっていうのはもうどこにでも落ちている、もう,う、あなたの家の近所にも落ちているものやと思っていて、近所とどころか部屋の中にも落ちているもんだよと思ってるんですよ。だから言ってしまうと僕は実はアイディアというもの自体には何の価値もないっていうふうに思っていたりもするんですよね。アイディアっていうものをこう、拾って で磨いて,磨いてようやくこう価値が出てくるようなものであって、アイデアそのものには別に意味はないと思ってるんですよ。なぜなら気づくものやから、部屋の中にもあるし、えー、家の近所にもあるし。 えー、あなたの家から会社までの間にもいっぱい落ちてると思います。おはようからお休みの間まで、えー、100万円のアイデア、1000万円のアイデア、もっと言うと1億のアイデアみたいなものっていうのは、まあ、その辺にゴロゴロあるわけですよ。いい、言い方をね、これ変えてしまうと、100万円とか1000万円とか1億円が、その辺に落ちてるんですよ。落ちてるんですけど、誰もそれを拾ってないんですよ。 どう思いますもったいないですよね。もう誰も、え、気づいてないやんと思ったら、あの、自分が拾いたいですよね、そのアイデアっていうのは。だから、重要なのはアイデアがどこに落ちてるとか、アイデアが何なのかじゃなくて、アイデア、 が落ちてるそのアイデアを探し続ける、探し続けるっていうことが大事なんですよ。アイデアっていうものに対して。で、それは、その分かりづらいところとかにあるわけじゃなくて、石の裏とか、あドアとドアの隙間に、建物との間にとかいうことじゃなくて、もう目に見える形であるんですよ。落ちてるんですよ。 で、それを気づくか気づかないかっていうだけの話っていう。じゃあ気づくためには探し続けないといけないっていうのであって、で、探し続けましょうっていうのが、まあ結論ではあるんですが、ただそれだけ言われても意味わからなくないっすか割と抽象的すぎるというか、えー、アイデアをね、探しましょうだけだと。いや、そはそうやろ。そは分かってたらそうしたいわ。だからどう、どうすんねんそれをっていう話。 話になってくると思うんですがまあ、これもね、もう、具体的に言いようもないんですが、まあ、人それぞれやし、ね、あなたがどういうことをしているのかっていうね、どういうクリエイティブを作りたいのかにもよっても変わってくるから、まあ、なかなか難しいんですが、まあね、えっ、ー、と、まあ、僕の場合だと、何かそういうね、記事にしたりとか、ラインスタンプのネタにしたりとか、 えーうう、歌にしてみたりとか、キャラクターグッズにしてみたりとか。 まあ割とちょっとこう、インプットの、こうね、出口みたいなのがたくさんあるので、まあ常にいろいろ考えてたりはするんですが、まあ共通して言えるのは、まあ面白いことみたいな感じで、面白で飯食ってますみたいな自己紹介をさせていただいたりもするので、面白っていうものをずっと探してるんですよね。ずっと探してるんですよ。これは本当にずっと探してるんですよね。 で、ずーっと探してるんですけど、探してるのを、その、アイデアって、アイデアを考えるってなると、割とイメージするのって、机に座って、うーん、うんって考えてる姿を想像すると思うんですけど、まあ、それは間違ってはないんですよ。そういうのも必要だし、ずーっと考えるっていう。ずーっとそれに関して、うーん、うんって何か面白いものないかな、面白いアイデアを浮かばんかなっていうので考えるっても重要なんですが、その状態でもずーっと ずーっと続いたらしんどいじゃないですかしんどいから何をしている時でもそれをずーっと頭の片隅で考えてる状態に持っていくんですよ。僕はこれをその主電源が入ってる状態っていう風に言うてるんですけどテレビとかね今の若い方だと家にテレビがなかったりするかもしれないんですがまあそういう場合別の電化製品とかでいいんですけどその主電源っていうの。電源 が入ってるかどうかっていうのはまあコンセント刺さってるかどうかみたいな話になってくると思うんですが主電源っていうのはテレビをこうパって消した時にリモコンでねこうパって消すじゃないですかでその時に次つける時にまたリモコンでピッと押したいからテレビ本体の電源はこう待機状態になってるじゃないですか テレビが、画面がついてるわけではないけれども、こう、主電源、うん、待機状態になるための電源はずっとコンセントが刺さってついているから、次何か、あ、あれみたいな、そろそろあの番組始まるなと思った時に、パって、チャンネルの、こう、リモコンのチャンネル、パ、あの、電源を入れたら、次、ポーンってこう、まあ、ブラウン化の <laughs>。 ブラウン管の音を今無意識にやっちゃったんで、ええー、世代がバレちゃうんですが、まあまあ、ブラウン管でもいいです、わかりやすく。あの、次押したら、ボワーンっていうので、まあ、つくじゃないですか、テレビが。まあ、この状態になっている、主電源がついている状態っていうのが、割と重要だと思っていて、机に向かって、うんうんって考えてる状態じゃないんですけれども、頭のカス隅でずっと、 何かいいアイデアないかなっていうのを考えてる状態に持っていくっていうのがあって、言葉として矛盾してるんですが、考えてないけど考えてる状態みたいなことなんですよね。実はこの状態が一番あの、アイデアがね、浮かびやすい、いいアイデアが、に気づきやすいものやったものをするんですが、まあそういう感じで、え、日常を過ごしてると、ある時に、パッて目に飛び込んできた街の何か、何かしらを見て、あれ これとこれ掛け合わせたら面白いんじゃないかっていう風なものに気づいたりするわけなんですよ。道路標識であったりとか、何かの広告とかでもいいですよね。ずーっと毎日毎日そこにあるのは知ってたけれども、ある時その電源が入った、主電源が入った状態ずーっと過ごしてると、それをパッと見た時に、あれこれ、あれに使えるんじゃないかっていう風に気づくことがあるんですよね。その気づく、あれこれって、 気づくのが僕はアアイデアだと思っていていだからあ、その状態にある人が、手段源が入っている状態にある人が何かを見て、えー、バッて気づくっていうのって、割とずーっとぼんやりとそれについて考えてきたから、体感的には降りてきたとか降ってきたみたいな表現になると思うんですよ。だからそういう表現が多いと思っていて、 なんですけど、そうなんですけど、でも、その、えっ、ー、と、主電源が入ってる状態っていう説明がないから、何か神から選ばれて自分に降りてきたとか、なんかね、崇高なものが降ってきたんだ、みたいな表現に聞こえるから、割とみんなが、えー、自分もそのアイデアを降りてけへんかな、降ってけへんかな、って、なんかミスリードしがちですけど、そうじゃなくて、 アイディアっていうのはずーっとその主電源が入った状態に自分が持っていけてたから気づくことができたっていうものですからその常に考えてないけど考えてるっていう状態に持っていけてないやつのところに降りてくるわけないよね降ってくるわけないよねアイディアがっていうのは思ったりもしますじゃあその主電源が入ってる状態に持っていくにはどうしたらいいのかっていうともうこれはねひたすら考えたり手を動かしたり す、し続けるしかないんですよね。うーんうーんってもう今日からいきなりするぞっていうのはなかなか難しくて、もうずっともう毎日毎日それについて、作り続けたりとか、立ち止まることなくずっと考え続けるっていう状態に持っていくことによって、ようやくそれの状態に持っていけて、で、その状態をずっと過ごしているとある時に、落ちているアイデアに気づくことができるっていう風な、 まあ、そこまで持っていくためには、まあ、今やっていることとか、あえっ、ー、と、作っていることっていうのを続けましょうっていうふうに思ったりもします。このあたりはね、本当僕は筋トレと一緒やと思っていて、えー、一日でなんとかなるわけじゃなくて、ちょっとずつ、ちょっとずつ、えー、毎日やり続けることによって、えっ、ー、と、そのね、筋肉が発達していく。それをアイデアに気づく、 うー筋肉っていうのが発達していくっていうふうに思っているので、まあ一日でいきなりっていうのはなかなかまあ難しいことではあったりするんですよね。それで言うとね、あのー、まあんでしょうかね、このアイデアっていうものは気づくものなんだよとか、アイデアっていうのは筋肉と一緒でみたいな話をしましたけど、これをね、ちょっとね、裏付けるような、あのー、ちょっと一個話していいですかあのー、それが僕がね、 何か記事を書いたことがあったんですよ。で、そのね、テーマがもうなんか忘れたんですけど、何か忘れたんですがなんかご当地のグルメみたいなのをちょっと書いた、それについて書いた記事だったんですよ。で、それの記事を出した時に、なんかね、めちゃめちゃ言いがかりみたいなクソリプみたいなのが飛んできたんですよ。こう、この記事書いたやつはもう終わってるみたいなんで、なんかそのほんまに、 生地の重箱の墨を続くようなことで怒ってきた人がいてたんですよね。で、その時って僕割とちょっと記事を書き始めたぐらいの時やったから、あんまりそれ言うのに慣れてなくて、うわ、なんかめっちゃ怒ってる人いてると思って、ちょっと割とね、うわって思ったんですよ、その時。割と、えー、みたいな、ちょっとショックじゃないけど、うわ、なんか怒ってる人いてるみたいなんで、割と、割、こう落ち込んだところがあって、で、 えー、それが、その次の日ね、一日あって、別にそんなのに返信したりとか、ね、返したりしませんよ。うわーってなんか怒ってる人いてると思って。でも確かに言われたらそうかもしれへんけど、でも割となんか、そういうニュアンスじゃないけど、ば箱つつくようなこと言われてるなあと思いつつ、まあ気になってたけれども無視して、まあその辺寝たんですよ。で、寝て、まあ寝たら大体大丈夫なんですけど、その頃はでも慣れてなかったから、 なんかね、次の日になってもまだちょっと気になったんですよ。あの人怒ってたなぁ、みたいなんで。で、もう寄せばいいんですけど、まあ見に行ったんですよ。その人のツイッターの、当時ツイッターですよね。ツイッターのタイムラインみたいなので、まだ怒ってるかなーまだ怒ってたらどうしよう、みたいな感じで、見に行ったんですよ。見に行ったら、まあ、 別に僕に対しては怒ってなかったんですよ。何も書いてなかったんですそれに、昨日のことに関しては。でも、別のことに怒ってたんですよね。ありえへんみたいなんで怒っていて。で、ああ、よかったって思いつつ、でもこの人今日も怒ってるな何に怒ってんのやろうと思って見たら、その当時、あの、ディズニーランドの、その夏のキャッチコピーが、この夏は僕らのものっていうキャッチコピーやったんですよ。 それに対して、めちゃめちゃ切れてたんですよ。ありへん今からでも変えるべきやーみたいなんで、めちゃめちゃ怒ってて、何に怒ってんのやろうと思って、詳しくそれを、その人のツイートを読んだら、この夏は僕らのものって言っているけれども、夏はみんなのものだーって言って、ぶち切れてたんですよ、その人が。いや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 、いやいや、いや、わかってますよ、みんな、な、夏って。 夏って別に、確かに。まあ、正しい。その人はね、間違ったことは言ってない。夏はみんなのものなんですよ。まあ、間違ってないんですけど、間違ってないけど、いや、うん、間違ってないけどっていうので、なんか、すごいなって思うじゃないですか。なんで、そんな怒れんのって。で、それで僕は気づいたんですけど、まあ、 と、まずは、まあ、その人が常に何かに怒りたい人なわけですよ。その、僕の記事がたまたま目についたから僕に怒っていて、で、今日はディズニーランドのキャッチコピーが目についたからそれに怒っていて、で、きっと明日も明後日も何かを見つけて怒り続けるんだろうなっていうのであって、この人は、僕は、 えー、何か面白いものを作りたいなっていうので、面白を見つけるための筋トレを毎日しているわけですけれども、この人は何かに怒りたいから何かを見つけてその重箱をつついて怒るためのものっていう筋トレをしてるんですよ。鍛えてる筋肉こそ違いますけど、やってることは実は一緒で、で、かつ、この人の この夏は僕らのもの。いや、夏はみんなのものだーっていうのって、よう気づいたな、じゃないですか。だって別に、そのキャッチコピー見て僕らは別に、怒らないじゃないですか。ああ、ふーんって、ああ、そう、ああ、いいな、ディズニーランド行きたいな、とかいうの、思うぐらいじゃないですか。でもそこに気づいて、夏はみんなのものだーって怒ることができているっていうのって、これも気づい てるからなんですその人がおかしいこと言ってるって、まあ確かに間違ってはないけどってなんか思ったじゃないですか。要するに、よう気づいたな、そういう読み取り方したなって僕ら思っているけど、これアイディアと一緒で、素晴らしいアイディアって、あ、よう気づいたな、ようそれ見っけたなって思うじゃないですか。その素晴らしいアイディアに対してもっていうように、 その物事がちょっと入れ替わっているだけであって、割と仕組みとしては一緒なんじゃないかなって思ってるんですよ。だから面白しかり、クソリプしかり、常にその根本にあるアイデアっていうものは気づくべきものであって。 で、えー、面白いものないかなというのを考えている状態の僕と、えー、どっかで怒れる、ぶち切れれる、自分の正論をぶちかますことができるチャンスないかなって思っている人っていうのは、まあ、やってることは全然違いますけれども、仕組みとしては一緒であって、あとはその状態に持っていっている、両、二人とも両方何かそれを見つけるための状態になっていて、で、そこに気づけるかどうか、 っていう風な協議をしているっていうね。だからそのクソリプおじさんの常に何か起こってるおじさんのをみ、見て、割と僕のそのアイデアっていうのはえ、常に主電源を入れてる状態に置いて、そこでようやく気づけるものっていう話っていうのは、えー、アイデアっていうものの、なんか割とそのクソリプおじさんの と、やってる、自分とは仕組みとしては一緒だっていうのに気づいて、やっぱりアイデアっていうものはそういうものなんだっていうのを、これ、なんか、立証できたんじゃないかなと思ってたりもするんですよ。まあでもその、ね、クソリップおじさんを悪く言うわけじゃないですけれども、 まあ常に面白いものはどっかにないかなって考えている人間と、えー、どっかでぶち切れる怒りチャンスないかなと思って毎日を過ごしている人間やったら、まあどっちの方が楽しいかな人生の中で笑顔の総数どっちの方が多いかなって、まあ思ったら、まあまあ何が正しい何が間違っているはないですけれども、まあ面白さいいものを探し続けた方が、 もっと言うと、自分のね、あなたのクリエイティブによっては、えー、美しいものであったりとか、ああ、また誰も見たことがないものみたいなものを,をつく作ろうとする、うそういう風に、どうせ筋トレするんやったら、そっちの筋トレした方がいいんじゃないかなって思ってたりもするので、もし今、そういうね、あんまり発達して欲しくない筋肉の部位を筋トレで鍛えているのだとしたら、 まあ、あの、これで食っていきたいんだ。これをやりたいんだ。自分はこれが好きなんだっていうものの筋トレっていう方に切り替えた方が。 いいんじゃないかなって思ったりもしますので、常に、主電源を入れた状態にして、アイデアっていうものに気づけるようにしておきましょう。というようなお話をさせていただきました。今回アイデアについてお話しさせていただいたんですが、まあ、アイデアそのものには価値はないんだっていうような話をちょっとさせていただきましたが、この辺りね、もうちょっと掘り下げて話したいところもあるので、またちょっと別の回で、その辺りしたいと思います。というわけで、えー、最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。